アーボームーンっていうチームは基本で言うと、まあ当時僕が14歳、5歳の要は中学校2年生、3年生で、まあドリフトを山に見に行って、その時にドリフトってものすごいっていうのを見て感じて、じゃあそれをちょっとやってみたいけど、まだもちろん中学生なんでオートバイも乗れない、車も乗れないということなんで、じゃあとりあえず自転車しかなかったので、じゃあチャリ乗りをやろう。ちょっと練習だみたいな感じでチャリドリをやり始めて、その頃なんかまあチームステッカーとかをすごい乗る人のやつが憧れたので、まあそれでちょっとチームを作ってみようということで、まあ中学生 の, その同級生たちだけで、まあ、まあ当時セーラームーンという漫画があって、それをまあ僕がキノコというのでもじってアーボームーンっていうチームを作ってやろうっていうところから始まりで、チャリドルやりで、じゃあそうすると16歳になれるとバイクが乗れるので、みたいなドリフトする前にバイクで東京を攻めましょうということで、まあ膝すり小僧ってまあ通称言ってるんですけど、まあレーサーごっこみたいなことを山でして、じゃあ18になった、じゃあ車の免許を取れますということで、まあ一番最初にうちの兄が車が一番上なのでドリフトを始めて、でそこから宮島川上っていうのが入って、でそれでやっと僕が免許を取るようになったので、僕がまあだいぶ遅かったんですけど一応はいやれるようになって、まあせっかくチームもあって、じゃあ有名になろうよということで、まあじゃあ普通に走っててもなかなか技術はやっぱなかったので、まあ振り返しができるとかそんな程度なんで、じゃあ何かをやらないと目立たないということで、まあじゃあ車を揃えるとか色を揃えて有名になりましょう、そうすれば多分レッドバイクの名前は売れるだろうということで、じゃあ3人の方ドアの青で揃えていったら多分目立てるだろうみたいな、まあすごく浅はかな考えで初めてやったわけなんですけど、まあ、自己紹介で言いますと、アーボームーン、チームアーボームーンの薩川キノブです。一応年齢は34歳で、ドリフトは18から始めまして、もう16年走ってます。チームの掟というか、まあルールというか基本スタイルというのはやっぱ R32 スカイラインの4ドアの青で、まあ車ボタンで、まあこだわっていきましょうみたいな、そういうスタイルで、基本ベースだけは一緒にして、エアロだったりホイールだったりとかマフラーだったりとか、そういうのはもう各自個人個人を生かしたいので、その人のセンスっていうものを、なのでそこら辺は自由にやってもらった方が
逆に言うと、まあ、一人一人の味があってというか色があるのでやっぱ面白いので、そこら辺だけはこう崩さずいきたいので、僕のスカイラインの、まあ、こだわりというか改造点言いますと、お手軽な仕様で RB20 2リッターのエンジンに HKS の2530ですかをノーマルコンピューターで書き換えてるだけなので、正直300-230ぐらいしか多分出てないので、まあ、そんなに速くないんですけど、でやっぱまあ基本僕イベントとかその展示っていうより、まあ走り屋なんでやっぱドリフトするのが目標の車なので、まあもちろんオイルクーラー、ラジエーター、マイルインタークーラーと入れてて、あと足回りで言うとフロントがガレージ5ウェルディングのナックルとロアームで、やっぱ大会だとこの頃ケツ侵入って言われるので、やっぱ正直やっぱ勝てないとつまらないので、今そこら辺はテレカクだけ上げてて、で後ろは意外と普通にどっかでヤフーとかで言ってるやすいリハッパームとトラクションロットだけですかね。で意外ハイキャスはキャンセルはしてあるんですけど、ハイキャスなしメンバーじゃなく3人のそのままをポンってつけただけの、まあ正直足回りどうですかってよく聞かれるんですけど、答えることもないぐらいまあ多分そこら辺の若い子の方が立派な車だと思いますドリフトに、まあ、こだわってるというか、ドリフトスタイルというか、まあ、一応、まあ、大会とか出ることもあるので、まあ、本来で言えば車高を曲げて太いタイヤを履いてハイグリップタイヤでやった方が多分、まあ、ケツ侵入だったりとかトラクションもかかるでいいと思うんですけど、まあ、けどそうしたら、まあ、正直普通の人と変わらなくなるって埋もれてしまうので、じゃなくて、まあ、この車高で、まあ落とすとやっぱ切れなかったりアームの動きがおかしくなるんで本当は良くないと思うんですけど、今日はそれでもこだわって勝ちを狙ってこう、まあ正直もうだいぶ苦しくなってきてますけど、けどまあ一応そういうこだわりでやってって、車高を上げるぐらいだったら僕はドリフトをやめようと思ってるので、このスタイルで勝ち続けるって言っても勝ち続けてないんですけど、まあ勝ち続けれるよとか、まあ大会出てもまあせめて決勝残るとか、まあ、トロフィーも年に2本か3本ぐらいも持って帰れるようにな感じの車作りをしているので、なのでやっぱ自分がコントロールしやすいものだと思う、しやすい車を作るのが自分の車だと思うので、それはやっぱ個人差だったりとか、その走り方だったり見せたいポイントだったりとかがあるので、まあ僕はまあ正直遅いんで、まあ踏みちぎれるように抜いた時に止まるようにとか、そういうことをすごく重視してて、なんせ車庫端だとコントロールしにくいんですけど、その中でもコントロールできるように乗りやすい、まあ単純に言うと車買ってきてリファシマフラーバケットって意外と多分すごく乗りやすいと思うので、まあそれぐらいのものを車庫端で作れるようにっていうのが一応自分に対してのその車の作りだったり、やっぱ勝てる車はやっぱ乗りやすい車なのかなというところで、
僕はまあそういうところだけをこだわってやるようにしてます。まあアーボームーンといえば一応、まあ、R32 チームなので一応毎年3月2日に R32 総公開っていうのをやってまして、で今現状だと8回目が終わったので来年で9回、再来年で10回なので、まあ最後、まあ、10回目ぐらいには最後すごく大きいイベントではないんですけど、まあ、本当に全国からもう3人が本当に好きな、まあ、ドリフトに限らず、まあ、いろいろそういう人も集めて本当にサーキットを3人で埋め尽くしたいなっていうのはちょっと正直最後の10回はやってみたいと思ってますね。まあ、あとは本当にチーム員が減らずに、まあ、みんなで分け合い合いのんびりドリフトしていければ、まあ、けどその中でも大会あったら勝ちたいんで、そう、このぐらいののんびりなペースね、このスタイルを貫き通すっていうのが大事かなと思うので今後もそうやってやっていきたいと思います。Let me feel like a superstar.